こちらは近鉄奈良市で、それでは状況を確認しますので、しばらく待ってください。それでは ATS 復帰扱いを行い、運転を継続してください。終わり。こちらは近鉄奈良市で、それでは状況を確認しますので、しばらく待ってください。それでは ATS 復帰扱いを行い、運転を継続してください。終わり。